もうね、今大変です。825のレッスンとチャートリーのレッスンも入ってきて大変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 え、ティーチャーティーチャーみたいな感じなので大変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 今確かにそう、もうね、だいぶ近づいてきたよ。今頃確かに終わっとるんかね。同人化そう大変です。近づいてきてる本当に。オーマイガー、もうこの時間なのね。ね、やばすぎて見てやば、アイスがすごくなってる。なんか今ファミリーマートで食べる、何それ、牧場ミルク、牧場ミルクってやつが 40% 増量中らしくて、それを今イチゴが食べとる。こんばんは、こんばんは。分離してる。なんかさ、チャートリだけレッスンめっちゃ早く始まったやん。おかえりも。そう大変。え、虫さん。虫さんやっぱりさいるよね。やだ。帰って。うん、40% 増量中。そうなんです。何これ聞くねえ、地獄フェスの。確かに大変だ大変だ。それにして825が本当にやばくない？瀬戸利がもう、だって1週間もうさ、1週間切ってんじゃん。なのにまだやってない、曲数が多すぎてやばい。まだやってない曲あるじゃん、やばいよね。曲数が多いのにかぶりがないから、あんまりほとんどない。一部二部のさ、あの曲はさ、そのまだやってない、あの曲を、まあ、1とカウントしてもさ、私はまださ、これから3つまたあと1週間もないのに3つ新しく曲を覚えなきゃな。やばいよね超大変。どうした？今日までやん。ああ、あれか。どうしよう。あ、虫さん来た。倒す。腹立つ。か？って言わないか。でもカマ最近いるよね。おるおる。え、イーナちゃんのところにおるよ。どこ？どこ？どこ？か？これ。って言わないか。これでもさ。もういや。残っといた。うん。大変。レッスン頑張るよ。やばいよ、まだまだやってない曲がいっぱいある。しかもさ、 3期生と 2.5 期さんでやるときってさ、基本ワンハーフってやらないじゃん。いつもフルばっかじゃん、瀬戸利って。大変よね。1番2番でサビぶりが違ったりと。そうなの。大変。あ、写真を探さなきゃ。いつだっけ。そうだよ、サッチーの誕生日まであと数時間です。さっきまで一緒にいたよ。レッスンだったからね。19歳、ひまたぎがやっとできる年だね。さっきは今年がまだ、そう瀬戸利を通すことはできてない。そう825やばい、超大変。だってさ、もうあの曲もあの曲も難しいしさ、あの曲は初めてやるしさ、あの曲のさ、該当が10曲ぐらいある気がする。もう本当に新しく覚えた曲が結構盛らないでありそう。本当に盛ったつもりだけど盛らない。確か新しく覚えた曲ね、10超えてるよ。やばいよね。まっかい、うん、まあ、まあ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 
新しい3期が初めてやる曲が多分10曲以上あるんじゃないかな。うん、見て、奥さんはやったことある。うーん、やばいよね。そう、1回限りしかできないのは悲しいけど、その1回ぜひ楽しみにしてて。でもそう、多分あのね、聞いたことある、みんなが聞いたことあるような曲も瀬戸凛入ってるし、でもそんなめっちゃ王道の曲も入ってれば、ちょっとそのやっぱり一番ではない、そのちょっとなんて言うんだろう、一部の人なら多分エモってなる系の曲もある。そう、大変です。ストリーやばいよね、マニアック来ると焦るかな。でもめっちゃマニアックはなくない、今回のセトリ。なんか、ま、だってね、まあんまないか。でも別に、うん、48を知ってるんだとしたら、うん、48好きな方なら分かる曲ばっかだよね多分。やばい、うん、そうなんよ。私が分かんない曲がないってことは、うん、大丈夫みんなもで私もそんなに48をガチで知ってたわけじゃないけど、基本どの曲も聞いたことあるって慣れたから多分大丈夫だと思う。楽しみにしてて。そう、王道もあれば意外なのもある。王道は本当に王道、もう絶対に誰でも聞いたことあるみたいな曲もあるじゃん。楽しみにしてて。1部も2部も全然セット違うかね、被ってる曲が片手分ぐらいしかないから大変。みんなが知ってる曲多めかも。そうだね、で48を好きな人は知ってそうな曲だね、どの曲もだいぶそう、もちろん ST の曲もあるけど、今回のセトリさ、普段のに比べるとさ、自分のグループの曲数少なくない？うん、どっちかっていうとさ、他のグループさんのみたいなが多いから。そう、 AKB さんとかね、普段に比べたら ST の曲が少ないのかも。楽しみにしてて。先輩方もやったことないであろう曲、 STU が多分初めてやるであろう曲もあるし、 SKE のファンの方でもどうだ、でも何の曲ならわかるかなそう、 AKB さんの曲とかね。そうなの、そんなでもガチでマイナーみたいな曲はあんまりないかも。ある程度48好きなら1回は聞いたことあるでしょみたいなそうなの、夏曲ねそうなの、楽しみにして。本当にで、私は悟りのその最初の辺の一ブロック目がすごいなんか各期の良さが出てて好きだなって思ったから、そこもぜひ見てほしい。そうなの楽しみにしてて。 SK のファンを10年ぐらいする。でもね、 AKB さんの曲がやっぱ多めだよね。SK さんのファンも10年してる方、うん、でも多分それやったら AKB さんの曲とかも聞くことがさ多少ありそうじゃない、聞いたことはあるみたいな。でも基本 AKB さん、そんなにファンをしてらっしゃる方だったら、うん、絶対に聞いたことある。大丈夫
あの曲もあの曲もクレーンゲームしたい。特にさ、なんか今日さっきやってた辺の曲とかはさ、確かにね、ガチで、あの、そう、そう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 、その曲とかは絶対誰でも聞いたことあるじゃん。ていうか、なんならね、ねえ、ねえ、本当にSK のファンのことも分かるはず。なんならねえ、ねえだもんね楽しみにしてて。こう、あ、SK ヨタの前に AKB ヨタをしてた。じゃあ絶対分かる、絶対分かる。カビセブンの頃まで分かるなら分かる。じゃあ分かるいけそう。帰って、うん、めんね、怒って、やめて、やだ。そう、 2.5 期さんをピックアップした部分とか、3期をピックアップした部分とか、そう、各期にピックアップした部分があったりとか、だから楽しみにしてて。めんど、どうしよう、どうしよう、大変大変。シングル曲わかる、うん、じゃあだいぶわかりそう。うん、可愛くすぎると、え、でもねえ、あの辺の曲とか多分知らない人いないでしょって曲結構入ってると思う。いちごがある、すごい。25一部くる、ありがとう。よかったら夜の2部もね来てほしい。昼も夜も全然悟りが違うから、でも帰る時間とかがあるからね、どうしても。でもどっちもさ来たら超楽しくない？全然違うじゃん。もうてか、なんかもうどっちかだけとかではなくて、うん、もうどっちもなんか違うって感じ。うん、全然違うよね。どっちか行けばいいやっていうよりは、もうどっちも行かない、うん、合わせてきてほしいよね。ね、住み行かないなんてありえない。で、ちさ子さんソロライブするんだって。ね、すごいよね。歌えね、歌えね。9月4日も待ってるよ。大変だったなでも本当に8月25は過去一覚えること多いよね、多分、はい、多分なんか立ち位置とかっていうことになると、ユミリンさんの卒コンが一部二部で同じ曲なのに全然立つところが違うとかで大変だったけど、今回は新しい曲がものすんごい多いから、2桁あるから、新しく覚えなきゃいけない、覚えた曲がもう大変あ、じゃあ壇上読んで終わります。とにかく25日はもう盛りだくさんなので楽しみにしててください。18から18位メコウさん、17位ワンタさん、16位ヤトンさん、15位ブレイクライさん、14位キピスさん、13位ジメさん、12位チサイオさん、11位ウマちゃん、10位キャピーさん、9位ナオくん、8位夏のパン祭りさん、7位ラベンダーさん、6位ニャンキさん、そしてトップ5、5位なるみさん、4位スプマーテさん、そしてトップ3、3位ヤマシンさん、2位ママさん、そして今日の第1位はどこ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 、今日のランキング1位はかまちゃん、ありがとう。もう大変、825は本当に本当に大変なんですけど、練習期間もあまりなく、投資も多分ねあんまりできないから大変。全員が揃うことがまずあんまりないし、頑張ります。今日から本番までに、そう、覚える曲がまだ3曲もあるから頑張ります。え、そう、両方来ていただきたいから、ブルーライブでの開演時間がいつもより早めになってるみたい、夜が。でもね、でも帰る時間がどうしてもブルーライブから駅ってなると遠いから、そう、来れる方がはぜひ来てほしいことで、お疲れ様です。ここからね、25まで毎日何かしらあるから
で、スクーリングも私はあるし、学校もあるし、頑張りますしかも今日は発覚したんだけど、825が終わっても私はこれからね、そうユニットの方とかもあるのでちょっとおやす、今月はもう大変そう、本当にだ本当に。でもね、やりきったらきっと達成感がある。今回のセトリは本当にそうなんです。私ら昨日ね、そう衣装も、そう着る衣装本番も見せていただいたし、楽しみにしててね、頑張ります。本当に本当にやばいけど頑張る。夏ラストだからね、ここで夏最後楽しんで終わりたいよね。2024年の夏、じゃあそろそろ終わりかな。うん、じゃあ切ります。バイバーイ。